はい、こんにちは。FM 流進堂です。今日はコラボレーションについてちょっとお話をしたいと思います。YouTube で、コラボレーションっていうのは結構なんていうのかな、結構王道のスタイルとして、認知されています。コラボレーションっていうのは共同制作とか、共同するとかね、一緒に作るとかそういう意味なんだけれども、大体 YouTube の場合はあるチャンネルのある YouTuber さんと他の YouTuber さんが一緒に出会って一緒の動画をね作るっていうことなんですけれども、例えば動画内で共演をしたりするわけですよ。2人で出演したりねするんですよ。で、コラボレーションって言ってもいろいろな種類のコラボレーションがあって、例えばね、音楽ができる、作曲ができる人がいて、作曲はできるんだけど動画編集があんまりうまくない、動画編集はできるんだけど音作りはうまくないっていう人が2人で1つのね映像と音楽の、作品というか動画を作るっていうのもコラボレーションですね。だから一緒に何かを作り出したり、共演をしたりするのは、全てコラボレーションなわけで、大体結構多いのがやっぱり2人で出演するってことですよね。A っていうね YouTuber さんと B っていう YouTuber さんが一緒に会ってコラボレーションをする、共演をして出演するっていうパターンが結構多いですよね。で、僕自身 FM 流進堂に関して言うと、今まで本当にいろいろなコラボレーションずっとしてきたんですよ。それは僕が、こうやってビデオ撮ってなかった時期で、録音機でやってた時もものすごいたくさんの方に、ゲストに来ていただいてですね、今まで何人ぐらいゲスト来ていただいたかな、もうものすごいたくさんの方と方にゲストに来ていただいて、いろいろな収録をしてきてすごい楽しかったんですよね。で、 YouTube の、こうやって、自分の顔ですね、自分の顔を映しながら、動画を撮るっていうのを始めたのが大体1ヶ月ぐらい前から始めたんですけれども、せっかくねそういうふうにじゃあ YouTube の方でもやっていくのであれば、そのコラボレーションをしていこうっていうふうに思ってたんですよ。で、無事に、そこら辺の目的っていうのも自分の中でね達成することができまして、で、1人目はもう皆さんご存知だと思うんですけど、何回もねライブでお話しする時なんかにも話題に出してますけれども、キヨネコさんっていうね YouTuber さんに、とコラボレーションしました。で、2人目がですね赤月一発さんっていうね、今大阪の方に、関西の方にねいらっしゃる YouTuber さんで、距離が遠いもんですから、僕関東の人間ですから喋り方聞いてみてみても分かると思うんですけどね、関東の人間ですから、YouTube ライブとスカイプですね、その2つ使って一緒にスカイプをしながら YouTube ライブをね同時に配信するっていうコラボレーションをやりました。で、3人目がですねハニーレックスさんっていうね方とコラボレーションしたんですけれども、その動画はどうなるかな、この動画が流れてる頃はまだ皆さんのが視聴できる形にはなっていないかもしれないです。はい、それはちょっとまだわからないので覚えておいてください。で、あとですね、ミッキーチャンネルのミッキーさんに僕がずっとこう語りかけるシリーズっていうのをやったじゃないですか。ああいうのもコラボレーションになるのかなとは思うんですけど、ちょっとこうハテナマークですね、これに関しては。それに対してミッキーさんがちゃんとこうレスポンスをしてくれたらコラボレーションになりうるんですけれども、現時点では僕は勝手にね一方的に動画を勝手に作って自分のチャンネルにアップしてるだけなんで、ミッキーさんが正直
あの僕の動画を見てくれているかどうかもちょっと正直よくわからないです。はい、あの今のところ全く反応がないので、まあ見ていない可能性が高いかなとは思ってます。はい、であとですね、来週オグチャンネルさんっていうね、あの方のライブに出演してきます。で、あとですね、うちの FM 流進堂の方にも、あの、まあ、こうやってビデオでね撮って、あの後日編集して、あの流すようなタイプのコラボをしようと思っています。はい、でね、あの編集の手間とかを考えるとライブの方がはるかに楽なんですけれども、あのいろいろね、後で編集した方が動画のクオリティが上がったりとかすることが多いなってことに、まあやっぱり僕の中でもこう気づきまして、やってる中で気づきまして、まあ今のところはまあそういうふうに編集しながらやった方がいいのかなっていうふうに思ってます。ただあのライブっていうことに関して言うと、あの結構1時間やったライブを1時間分編集するっていうのは、あ、大体ね、それ1日がかりぐらいかかるんですよ、あのそれを全部編集すると。で、例えばあの僕、うちの場合は大体10分ぐらいずつに分けて編集してるので、であとはですね、あの字幕を入れたりとかもするわけですよね。で、結構字幕ってすごく重要だなってことに最近すごく気がつきまして、あの字幕の重要性って2つあるんですけれども、1つ目はあの言ったこと、ここに出演してる人が言ったことをあの一言で字幕でバーンとまとめる力があるわけですよ。今こういうこと言ってるよとか、こういう話題について話してるよっていうのが、あのバーンって一発で分かるようにするっていうのが、あの一つ目で、あとは、編集段階で、自分がですね、自分が この時こういうふうに思ってたんだよなとか、 あとは、心理的なツッコミですよね。ここ違うじゃんとかね、動画に対してツッコめるような内容のものを字幕でバーンと出すと、あの話してる内容とその視聴者さんのツッコミみたいな部分が字幕でこう流れて代弁するわけですよね、視聴者さんの気持ちとかを。だから結構ね、字幕入れるっていうのはすごく編集上重要だなってことに気がつきまして、まあそういうのもやれるときはやると面白いのかなっていう感じで思ってます。でまたちょっとコラボレーションの話に戻るんですけれども、コラボレーションよくね、例えばこれ一例ですけれども、登録者数が1000人ぐらいの人と登録者数が100人ぐらいの人がコラボレーションをすると、例えば1000人ぐらい登録者数がいる人にメリットがないみたいな論調ってよくあるじゃないですか。で僕はこれはね結構違うなっていうふうに思ってて、コラボレーションのやり方って登録者数の数だけでは測れないんですよ。っていうのは相手が持っている経験とか知識と自分が持っている経験とか知識って別々の場合があるじゃないですか。だからその別々の能力とか人生経験を持った人たちが出会って、そこでその人生体験を共有することっていうのはものすごくメリットがあるわけですよ。それはYouTube のその動画を出した時の登録者数とか視聴者数だけでは測れない価値観があって、実は登録者数を増やすためだけに、コラボレーションするのってあんまり得じゃないのかもなっていうふうに思ってます。話は次回に続きます。ちょっと外の音入っちゃってすいません。